チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。サンサイブックスさんの協力で、提供しておりますお役所仕事の大東亜戦争をお届けしたいと思います。どうも先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、はい、前回ソフトウェアの、賢人の知恵だったので、はい、ハードウェアの帝国憲法を解説すると。あ、よかったです。今日は聞いてないとか傷ついたとかやらなくていいんですね。やらなくていいです。あ、よかった。でも、来週以降全開です、ね、で、いや、重い。この絵内閣、東条内閣に近づくに従って、はい、賢人の知恵が増えていきます。なるほど。そんな恐ろしい時代だったわけですね。そうなんです。で、それが今も続いてる。やだね。恐ろしい、はい、恐ろしいです。前回超簡単な帝国憲法図説明したんですが、はい、本当はこうなってます、はい、元老、内閣、衆議院、その他だったのが、ね、実はこうなんですね。まあ、主要なアクターだけ拾ってこれなんで、はい、まあ、農商務省とかですね、はい、まあ、その辺は外してます、はいはい、これいつも思うんですけど、その枢密院っていうのは今の内閣法制局みたいな仕事をの重要な部分をやってたのが枢密院で、はい、日常の事務仕事をやってたのが法制局ですね。なるほど、はい、枢密院に選ばれるのはこれはどういう人なんですか。今で言うと、事務次官級の人ですね。官僚出身者が多いです、ね、官僚出身者が多いんですね。いろんな省庁から集めてるんで、はい、重鎮級の。だから天下りがいらない。ああ、ここに行けばいいということで、はい、なるほどね。であと、まあ、大体元老がやってる時期は長いんですけど、うん、政党内閣の時期は暇そうなやつ据えて、はい、逆らわないようにしようとか。ああ、まあ、ここが暴れ出すと面倒くさいんで、はい、ということですね。そういうことですね。まあ、結局、はい、憲法と条約と重要法案の審査をするんですよ。だから法制局の現役の連中が変なことやってもこれなんだというのはないんですよね。なるほど。で、外交問題で超党派的に議論ができるんですよね、はい、で、元老っていうのはもちろんこれはある種既得権ですから。既得権というか、まあ、幕末維新の志士 で、ね、自分で明治政府を作った人たちなんで、まあ、それを特権取り上げるの変だろうと、はい。ああ、それでここに残ってると。残ってると、はいはい。で、まあ、国政の重心というか、はい、イギリスなんかでもあるんですよね。まあ、創業者ですよね、これ。そういうことですね、はい、創業者集団。創業者集団がいてです、ね。まあ、ここが衰えていったりボケていったりしたのがちょっとまあ悲劇ですよね。で、元老が最後金持ち一人になるんですけど、はい、最後まで残った権限が首相総選権って。これ任命権です、実質は。組閣の大名が下るというやつですね。そういう大名効果を誰に下せばいいかが西園寺に相談があって、この人を総選します。でもね、元老って最後はいつか全員死んじゃうじゃないですか、はい、全員亡くなったらどうするつもりだ。県政の上等で行こうと思ってたんです。ああ、それをあれですね、西園寺がもう俺は引退するから県政の上等で行けよっつって見守ってればよかったんですね。そのつもりで自動的にやってたんですよ。ところが満州事変の若槻から犬飼になるときに、はい、また西園寺の権限が実体化しちゃったんです。ああ、そこで西園寺が拒否すればよかったんですね。拒否したら決めれないんで、政党内閣の自滅なんですよ、それ。ああ、なるほど。それでもう決めてくださいになっちゃったんですね。そうです。それ1話かけてやりましょうか。ああ、そうですね、はい、やっても超難しいっすよ。ああ、でもちょっとやめましょう。じゃあやめときましょう、みたいな。はい、はい、で、宮中に、まあ、内大臣って、これ三条実美のためだけに作った藩校を管理する役所なんですけど、はい、役なんですけど、はい、元老がいなくなったら今度内大臣が元老の代わりするようになります。ああ、内大臣になる人も官僚出身、木戸浩一さんですね、はいはい、最後の最後までね、はい、いろいろ、まあ、ちょっと、ね、噂ではいろんな噂のありますけれども、ね、まあ、そこはちょっと、まあ、噂ではいろんな噂のある、まあ、噂ありますからね。はい、もちろんありますよね。で、宮内大臣は宮中事務をやる、はい、今の宮内庁長官、はい、侍従長武官長っていうのは、はい、身の回りのお世話する人なんですけど、侍従長は海軍、はい、武官長は陸軍から出すことに決まりました、はい、だから政治と軍事のアドバイザーの役割を果たしてたと、はいはい、いうことですね、はい、で、元総理の人たちが後になると重臣として内大臣と一緒に重臣会議をやると、元老の代わりみたいなポジションになる。そうですね、感じですね、はいはい。まあ、今の憲法だと政治的にいない人たちが今の人たちですね。あ、総理大臣今もいますよね。いますね。で、法制局長が意味不明に今力強くなってますけど、はい、まあ、それは枢密院という牽制する人がいなくなってた、はい。で、書記官長っていうのはこれ官房長官です。ああ、風見明がこれだったんですか。ですね、はい。あ、だから官房長官と内閣書記官長と法制局長官は、はい、内閣の両番頭と言われます。なるほど、はい、確かに ね、 ですね、はい。で、総理大臣と議会の関係でいうと、まあ、衆議院と貴族院両方立法権に握ってるんですけど、はい、衆議院予算審議権に握ってますんで、はい、内閣が出した予算を否決しちゃったらもう終わりなんで。なるほど。それで衆議院の言うことを聞かないとダメだなと。ああ、衆議院の優越っていうのはこの頃からありましたということですね。そうですね、はい。これ立法っていうのはあれなんですか、貴族院で通っても衆議院で通らないと法律にはならない。なりません。ですよね。対等です。まあ、選議権云々っていう意味で言うと、予算はもう衆議院の選議権なんだけど、それ以外はどっちからやってもいいみたいな感じですか。そういうことです。あ、だから国民の権利を奪う法案を貴族院が出したって衆議院が拒否権ある、
あ、そしたらもう審議しねえって言えば終了、廃案、こんな法は認められるか。あ、だから逆に言えば、あの普通選挙法はなかなか通らないんですけど、はい、まあ、逆に貴族院が変な弾圧もできないっていう。なるほどね、うまくできてたんですね、勢力均衡を図るようにね。そういうことです。で、予算に関しては大蔵省と市警局が原案を作るんですけれども、はい、あの衆議院が拒否したらダメと。あ、じゃあもう衆議院のね、はい、もうこう接待構成が始まらなきゃいけないですね。でも明治はそれ受け付けないんで、はい、だから大蔵省の市警局って昭和初期の井上順之助からなんですよ、強くなるの。ああ、それまでは弱かった。弱いんです。だから徹夜して予算作ったって衆議院がわがままに、はい、こんなもん聞いてないって。あ、やべえ、また賢人の知恵が。で、明治の衆議院それやってるんですよ。あ、だから元老の内閣が次から次へと潰す。あ、それは単にその衆議院の力を見せつけるためみたいなね、政治的自治行動も含めて思いっきりやってやってたんでしょ。増税のなんて言われたら傷ついた、内閣総辞職追い込むみたいな。それで、あの大蔵省の中で一部の人たちの歴史認識間違った人が、はい、うちは増税やるのが使命だと思っちゃう。あ、確かにこの時の衆議院の増税反対は、戦争やれって片っぽで言いながら増税するなって言うんで、はい、そら無茶だろうと。どうやって戦争するんですかと。ええー、みたいな。予算はみたいな感じ。それがすごいんですよ、はい、明治天皇が宮中経費全部削って軍艦作れていた。ああ、もう民のかまどのパート2みたいな。パート2みたい。やっぱり普通選挙の導入が早すぎたんじゃないですか。いや、かなり早く急ぎやし、イギリスの6倍ぐらいの速さですから。ああ、それがちょっと早すぎたんでしょうね。そうなんですよ。制限選挙でよかったかもしれませんね、はい、しばらく ね、 で、はい、あと市警局を牽制するのは主税局で、むしろ主税の方が花形なんですよ、もともと。ああ、お金を取ってくる人が偉い。あの明治って税金取るために新政府作ったわけです、年貢じゃなくて。確かに。だから主税局に東大卒のエリートが行くんですよね。あ、それがあの政党内閣ができて、市警局が作った予算を衆議院が否決しなくなるようになって、はい、主計局が花形になった。なるほど。そこまではじゃあ実は主税の方が強い。あ、伝統的には強かったですね。そういうことです。だから結局予算、まあ、営業部長が会社で強いと当たり前ですからね。そうです、はい、ね、仕事取ってくる人偉い人ですから、はい、なので、この市警局が、はい、あの力強くなっている。だから、はい、昭和ぐらいになって、あの予算は国家の意思だから、はい、予算を作る人が偉いっていうんで、まあ、市警局が、はい、あの政党内閣の、はい、まあ、権力基盤になるわけですね。おー、なるほど、そういうことだったんですね。で、市警局が使う側、はい、主税局が集める側なんですけど、はい、内務省の地方局が、まあ、地方財源は持ってるんですよ。おお、そういうことなんですね。だから、あの大蔵省独裁にしない。なるほど、まあ、ここも考えてますね。そうなんです。すごいですね。だから結局、あの大蔵省から内務省と分離していったんですけど、はい、大久保利通が分離させて、あ、勢力均衡のために大蔵省が強すぎるんで、仕事を内務省にまた別に作んなきゃいかんと。うまいこと考えましたね。それまで大蔵卿だったのに、いきなり内務卿に自分が移って大蔵省から持っていくと。お、まあ、大久保利通はあの、ね、元老ですから誰も逆らえないと、はい、いうことなんですね。元君第1号ですもんね。あ、という感じで、はい、まあ、そう、徴税に関してもチェッカー、大蔵省が独走しないようにして、はい、だ今でも内務省自治省の流れを組む総務省っていうのは、はい、地方交付税とか大蔵省から取ってきたりとか、はい、独自財源の確保必死なんですよ。でそれはこういう伝統があるから、伝統があって、あ、旧内務省だけは大蔵省に頭下げない役所と言われた。昔の自治省、今は今はもうペーペーしてます。土下座ですね。はい、もうどうぞ、五体投地みたいな感じ。もうどうぞうちのポスター課長、課長これどうぞみたいな。五体投地で三期休校等の公務員の給料決めてくださいってやってますもん。あの、ここはもううちの役所のあるポストですけど、財務省出身者しか入れませんみたいな。うわ、そんなになっちゃったんですね。大久保利通もね、草葉の陰で泣いてますよね。はい、はい、で内務省っていうのは、はい、地方局っていう、まあ、ところと他に、はい、警察が2本立てなんですね、はいはい、で地方局っていうのは知事の任命権持っててめちゃ強いんですよ、はい、で警察はもう花から、警視庁と警報局に分かれていて、はい、警報局っていうのが今の警察庁です。あ、で警視庁は大久保利通が明治、はい、新政府できたばっかりで、はい、あの内乱やってた直後なんですか、はいはいはい、だから首都防衛は大事だって最初から独立させてるんですよ。だから今の警視庁がなぜか警察庁より威張ってるっていうのはそういうこと。首都を防衛しなきゃいかんと。で実際西南戦争で抜刀隊率いて戦ってますんで、警視庁が、はい、警視庁抜刀隊っていうのはすごいですね。攻殻機動隊みたいな感じだったんですね。だからもうサットの走りです。ああ。ちなみにあの警察の一部の部隊有事に軍隊編入するって普通にあるんですよ。はいはい、まあ、シナでは普通ですね、はい、まあ、そういう別の例が、はい、文明国でもあるんですよ。あ、まあ、その走りみたいになってて、そして私の大好きな特攻がここに。そうです。逆十五年戦争で使いまくり4話で出ます。ヘビーローテーションね、はい、ヘビーローテーション、あと2話後に出ますね。あ、出ますか、はい、はい、ね、ということでですね、はい、でこの 3つの役所っていうのは、はい、セクションっていうのは、はい、あの選挙に行ってるんですよ。
だから内務大臣を原敬が抑えに行ったってそれなんですよね。あ、でも官僚が勝手なことをやれないようにして。なるほど、うまいですね。でその特攻と憲兵でいうと、あ、参謀本部の憲兵、まあ、陸軍参謀本部の、あ、陸軍省かな憲兵は、はい、参謀本部だっけな、はい、まあ、とにかく陸軍の憲兵と内務省の特攻が、はい、あの監視し合うと。あ、権力をね、まあ、これの争いが激しくなりすぎて、はい、両方とも内務と陸軍の大臣登場がやるわけですけど、はい、で最後でよく言われる統帥権の独立なんですけど、はい、まず軍陸軍と海軍が分かれてて、はい、それぞれで軍政をやる陸軍省海軍省と、はい、軍令をやる参謀本部軍令部が分かれてると、はい、でその全てと外務省の外交体験が権力分立なんです、はい、こういうふうに分かれてるんですね。ことです、はい、であと司法省が検察持ってるんで、はい、そう警察と権力分離してるんです。あ、だから明治時代の帝国憲法っていうのは、はい、あのよく他党一新みたいにバラバラになるって言われてるんですけど、はい、あの権力分立をしっかりやってるんですよ。そうですね、でなかなか一個だけでは好き勝手できない形になってるんですね。で元老が内閣を作ってて、はい、それでうまく全部まとめて、で後に衆議院で選挙で選ばれた人が内閣を組織して、はい、国民の税金を予算として使うことによって、はい、選挙で選ばれた人がパワーを発揮するっていう、見た目はドイツ風にしといて実はイギリス風に移行できるようにしてた。あ、最後は選挙で決めた人が予算を使って権力を振り回すよ、はいはい、おかしいですね。なんか戦前っていうのは軍部様という人がいて、北朝鮮みたいな国になってましたって僕習ったんですけど、日教祖の先生、はい、それはですねあの、まあ、その強化は極端すぎるにしても、はい、衆議院の力が弱くなって世論が衆議院をに背を向けて、はい、あのこの訳が分からんところから出てきた人が総理大臣やってなんですよね。あ、そういうことなんですね、はい、はい、だからその軍部様って言ったって総理大臣潰すのは簡単ですけど、はい、自分が総理になってもっと早く潰されるんです。あ、だこの機構図分かってないと、あの昭和初期の歴史って何やってるか分かんないです、はい、確かにね、首相と陸相と内務省を兼任したあの人ですら下ろされちゃいました。そういうことです。同閣運動でね、はい、しかも戦時中に。じゃあ東条内閣の話それで言うと、はい、まず、重臣が反感を持ったんですね、はい、で枢密院と貴族院はなんとか抑え込んだんですけれども、はい、貴族院と枢密院は抑え込んだんですけど、はい、衆議院で火の手が上がって、はい、でそれで閣僚の首切れずに、はい、あの宮中の木戸内大臣に見捨てられて、はい、あの罷免、総辞職、東条君お疲れ様みたいなっていう、ね、とか言って、そうなんです。ああ、そういうことなんですね。結局東条はあの非常時だから総理大臣やってただけで、はい、戦争だから協力するけど、お前のせいでやってた、お前やらせてたらお前のせいで負けるだろうってなったら引きずり下ろされるっていう。ずいぶん弱い独裁者ですね。そう、独裁させない体制ですからね。そうですね、まあ、そもそも独裁なんかできなかったということですよね、はい、だから帝国憲法があったからファシズムになれなかった。なれなかった、まあ、ファシズム風のプロパガンダしてましたけど、結局は実態全く止まらなかったということですね。だから結局昭和のその10年代っていうのは、はい、立憲主義とファシズムとコミュニズムの三者のぶつかり合いなんですよ、はい、うん、でどれも主導権を握れなかったけど、はい、究極の共産主義にも究極のファシズムにもさせなかった、はい、そして何をやってたかというと、お役所仕事をしていたと。たと最悪ですね。だつまり、ま、国民があの政党政治が腐敗して政治に関心をなくしたら、うん、単なるお役所仕事だけが残ったとなってしまうと。うまいまとめ、ありがとうございます。いやいやいや、まあ、民主党政権時代もそうでしたよ。政治不信になると官僚が出てきて増税決まっちゃうでしょ、はい、役所の言う通りになっちゃうわけですよ。でしかも官僚機構が、はい、この中で言うと財務省だけですもんね。そうなんですよ、今はね、はい、昔はまあこういろんな官僚機構があったから、あたそのあの官僚機構の牽制で決まっちゃったと、はい、いうことですね。そうですね、はい、じゃあ次回は、常念先生のですねリクエスト、はい、浜口内閣ということでドタバタ喜劇としてのロンドン会議というのを進めたいと思います、はいはい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。